皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校3年生の公民消費者として経済を考えようの2時間目の内容です。消費生活と流通の関わりと消費者を支える政府の取り組みです。教科書114ページを開けてください。 あなたはインターネットを使って買い物した経験はありますかその時、どれくらいの時間で商品が届いたでしょうか注文した先と配達した業者は同じだったでしょうか思い浮かべてみましょう。今回は、企業が生産した商品が私たちの手元に届くまでの経路はどのようになっているか一緒に考えていきたいと思います。 多くの場合私たち消費者は生産した商品をお店で購入します工場や産地で生産された商品を消費者が購入するまでの流れを流通と呼びます106ページ107ページの写真から流通の関わりがどのようになっているか振り返ってみましょう生産者と 消費者の間には生産者から商品を買い小売店に販売する業者卸売業と商品を消費者に売る業者小売業がありますそこに関わってくる業者もたくさんあります商品を運ぶ運送業や保管する倉庫業 商品に起こった損害を保障する保険業商品を紹介する広告業などがあります流通はこれらの関連業者によっても支えられているのですそのため流通は生産者と消費者を結びつける役割を分業しているとも言えますしかし いくつもの卸売業者を経由するとその分時間や経費もかかり費用は商品の価格に上乗せされますそのため小売店や消費者を生産者と直接結びつける動きも盛んになっています例えば小売店が生産者から直接製品を仕入れる また、自社ブランドを作って生産から販売までを自社で行うところもあります。消費者も商品をさまざまな経路で購入することができるようになっています。専門店やコンビニエンスストアのほかに。店を持たずにインターネットやカタログなどによって商品を売る通信販売などからも購入できます。 商品を購入するとき、その商品に関する情報がなければ私たちは適切に選択することはできません情報を知る手段として広告がありますそこでは注意しなければならないことが消費者を惑わすような広告効果を大げさに宣伝するような広告もあるため注意が必要です また商品はその商品を売るため広告宣伝費が含まれていることも考える必要がありますこうした広告と賢く付き合うことが消費者には求められていますでは前半の学習のまとめとなります動画を止めて四角にどのような言葉が入るか考えてワークシートに書いてみましょう 確認していきましょう。商品は卸売業者や小売業者など多くの流通に関わる人たちが分業して私たちの手元に届いているとなります。皆さんは買い物をした時失敗した経験がありますか思っていたのと色やサイズが違った。 使おうとしたら壊れていた。こんな時どうすればいいでしょうそのようなトラブルに対する政府の取り組みを考えてみましょう。教科書116ページを開けてください。まず契約について考えてみたいと思います。実は商品を購入することも契約の一つなのです。では契約はいつ成立すると思いますか イラスト A から D の中で考えてみましょう商品を売る人とそれを買いたい人の意思が一致し売買が成立することを法律では契約と言いますしたがって契約はいつ成立するかという問題については A が正解となります 私たちは商品を購入するとき、いつも売り手と契約を結んでいます。原則として、いつ、誰と、どのような内容の契約を結ぶかは、当事者同士の自由な位置で行います。これを契約自由の原則と言います。契約とは、当事者が自由の位置で結ぶものなので、一度成立するとお互いにその約束を守り、 実行する責任が生じます。教科書117ページの消費者問題相談件数の推移と内訳のグラフを見てみましょう。どのような内容の割合が高いでしょうか。契約または契約の解除、販売方法の相談件数が多いことがわかります。 それは消費者が販売する企業に比べ製品の性能などに関する情報が限られているためです購入した商品の質が予想よりも著しく劣っていたり商品の利用によって身体的な被害を受けたりすることもありますまた商品や契約についての知識が乏しいことを利用して 不適切な方法で強引に契約を結ばせる業者もいます契約自由の原則だけに任せると消費者にとって不利な事例が発生することになりますこのように身体的経済的な被害を受けることを消費者被害と言います消費者被害を防ぎ健全な市場にするためには 政府が支援することも必要ですアメリカのケネディ大統領は消費者の四つの権利を宣言しました安全を求める権利知らされる権利選ぶ権利意見を聞いてもらう権利です日本でも消費者運動が高まり 1968年に消費者保護基本法が施行されました2004年に消費者基本法に改定され権利を守るための政府の方針が定められました国に国民生活センター地方公共団体に消費生活センターが設立されたのもその取り組みの一つです 消費者の権利を守る法や制度として、訪問販売の契約に関するクーリングオフ制度、製品の欠陥によって被害を受けたときに損害賠償ができる製造物責任法、悪質な契約の取り消しができる消費者契約法などが整備されました。 また2009年には消費者行政をまとめて扱う消費者庁が骨折しましたこのように政府は消費者の権利を守ると同時に企業に対して法律を守って安全で品質の良い商品作りを目指すことを促していますでは 後半のの学習ままとめとめなります。動画を止めて四角にどのような言葉が入るか考えてワークシートに書いてみましょうでは確認していきましょう政府が法の整備をして企業に商品の安全品質の向上を促すことにより消費者の権利が守られているとなります 最後に振り返りをしましょう。今日の学習で分かったことや考えたことなどを書いてみましょう。これで中学校3年生公民の第2章、消費者として経済を考えよう、消費生活と流通の関わり、及び消費者を支える政府の取り組みの内容を終わります。